はい、皆さん、僕のね、継承する週一ガンプラ全塗装健康法、はい、僕の4週間前からね、週一全塗装ガンプラ健康法をね、始めていたんですけども、はい、その結果から言いますとね、全く健康になりませんでした。はい、皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちゅうことでね、いつからだっけな、4週間前かな、あ、4週間前から、9ヶ月間お休みしていた、全塗装ガンプラシリーズをね、また再開しまして、はい、4週間前からね、もうかれこれ週1ペースでね、週に1個全塗装ガンプラを出しています。はい、疲れましたね。しかも6人みんな見ないしね。はい。ってことでね、僕のね、実質9ヶ月ぶりに再開した全塗装ガンプラシリーズの、第4回目ってことですね。はい。それはね、この100分の1、旧機と土獄です。っていうと、お前これあれだろって。前作った144だろって。144の持ってきてお前、塗ったとかつってんだろって。言い返せるよ、この血をくれ、この発達障害。化粧持ちって言うかもしんないけど、違うよ、これ。100分の1だからね、これ。うん、ほら、証拠。ほら、証拠。ほら、親子で、親子。うん。ね。パンダの親子ですよ。うん。そもそもヒート剣の、ヒートソードの形状は違うだろ。これに戻してたのって HG の、リバイブグフの、ヒートソードだったんだけど、これは100分の1グフから持ってきました。はい。したがってね、100分の1グフをね、お手つきにしてしまったわけですよ、これ。うん、これをお手つきにしてしまったんで、お手つきにしてしまった以上は組まなきゃね、いつかね、うん、この金庫しちゃったんだよ、このしゃもじみたいな出来の悪い、ね、ヒートソード欲しかったんで取っちゃったんだけど、これこれが中途半端な状態にしても嫌なんだよね、手つけちゃったら作るみたいな感じしないで嫌なんだよね。はい、これもう袋開けちゃったんで、これ。うん。なんで、そのうち作ります。ただ、どうしようかな、これ。どうやって塗ろうかな。ちゃんと設定通りに塗るか、どうかって感じなんだけど。最近ね、俺ガンプラよりもね、なんか最近ダグラムに興味が出てきちゃって、ダグラムのなんか、キット買おうかな、マジで、リサイクルショップで。うん。見かけてるんですよね、ちょこちょこ実はね。うん。まあ、ちょっと全然ゾコクのこと言ってないけど、まあ、そんな感じなんですよね。はい。で、僕なんかダグラムでね、またダグラムの話してるけど、ダグラムで一番好きなね、メカがね、まあ、主人公機のダグラムもいいんだけど、ソルティックかな。この世界観のザキ的なソルティックかな。ソルティックかな。ダグラムかソルティックかな。好きなの。ただまあ、名前出してるとあれだから言わないけど、最近の新しいキットじゃなくて、旧キットが欲しいね。まあ、そんな感じでね。まあ、ザブングルもいいけど。これ、アナルが2個あるのね、アナルが。うん。見てほら、これ、実は両面テープ止めてるんですよ、これ。持たせられねえからさ。両面テープ、見せちゃったね、はい。はい。だって、グフの腕だと違うじゃん。うん。このズームパンチをさ、取っちゃったら、ゾコックじゃないからね。うん。まあ、ブーメランだけ、こう、エアブラシでね、ちょっとマスキングして、エナメル塗料でエアブラシにしましたね。はい。あと、いつも通り、エアブラシでね、メカサフ吹いてから、ダークイエローを吹いて、その上に、ダークグリーンと、あと、鑑定色を、塗ってますね。迷彩の感じが、出るんかな、このカメラにね。ちょっと今回ちょっと迷彩がちょっとぼやかしてやっちゃったから、もうちょっとくっきりやってもよかったかな。でもこれ、あれだよね、造形的には、多分だけど144の方がいいかもしれない。144の9キットの方ができいいかもしれない。100は垂れ目っぽいんだけど、こっちは垂れ目じゃなくて、こっちは目つきがまあ、鋭いんですよ、この部分ね。こっち垂れちゃってるんだよね。で、あとブーメランカッターがこっちの方が鋭利なんだよね。まあこっち、設定はこっちなんだけど、100分の1の方が設定に近いんだけど、これ、鋭利でね、
いい感じ。あとね、このね、脇腹のね、このブーメランの部分がね、この別パーツになってて、中にあるんですよ、この。中にあるんだけど、こっちは一体成形になっちゃってて、ね、こっち奥行きがあるんですよね。奥にブーメランがちゃんとあるんで、はい。で、なんか、俺的にはなんか144の方が出来がいい気がしてます。はい。あ、そんな感じでね。ゾコック、いかがでしょうか。うん、これあの、ほんと、ガンダムマーカーのさ、の塗り試しとかに使っちゃってたんだけど、うん。そのまま作る気もなかったんだけど、なんか、ね、かわいそうだなと思って、なんか作って、ちゃんと作って、僕を塗り試しなんかにしないで、ちゃんと作って成仏させて、というね、声が聞こえてきまくったから、まあ、作りましたね。うん。やっぱ僕ね、ガンプラ粗末にするやつ嫌いなんでね。はい。あの、ガンプラ粗末にするやつは僕に話しかけないでください。寄らないでください。うん、くせえから。はい。まあ、そんな感じでね、うん。ずんとそう、ガンプラ週一やってるとね、ちょっと釣りに行けねえな。釣りに行けねえんすよ。うん。でも本当俺、9ヶ月間もね、作らずに、せっせとね、開封動画ばっか撮ってるけど、やっぱね、開封動画やらないとね、動画毎日出せねえ。うん。まあそんな感じで。まあ1ヶ月間、俺1ヶ月間やりきりましたよ。1ヶ月間週一。全塗装ガンプラ続けました。すごくない？これ褒めてもいいんじゃない？これ。週一全塗装するやついる？ちゃんと合わせるとか消して。いないですよ、そんなやつ。あなたの周りに。ね。すごいよね。高評価ぐらいくださいよ。ね。本当に。あと、こいつらも作ったっけ？あ、関係ねえや、これ。はい、そんな感じでね。今のプルとプル2だけど、はい。次何作ろうかな。あ、そうそう。俺ね、一週間分のね、開封動画用のガンプラをね、ちょっと用意してましたんでね。はい。6日間ね、7個のうち6個は同じシリーズのキットなんだけど、6日間連続で同シリーズのガンプラを連続レビューします。なんでしょう。うん。多分ね、パナルのリアガンプラだよ。多分。パナルのリアガンプラを、ガンダムのね、ガンダムのガンプラを、6日間連続で、俺コンプしてるから、6日間連続でレビューするんでね。お楽しみ。はい。まあ、そんな感じでね。あともうちょっとで、あれですね。8分なんだけど。ほんと、最近ダグラムガムが欲しくてさ、ダグラムガム。あれいいよね。ダグラムガムとボトムズガム。カバヤさん、まあ、出してくんねえかな。もう一回。すげえ欲しい。うん。ダグラムガムのね、これ、アイアンフットとか欲しいんだけどね、これ。このね、144分の1スケールだと一番でかいんだよね、これとか、アイアンフットが。うん。ダグラムガムの方がでもでかいんだよ。ダグラムガムのキット、なんであのでけえの ?150 円で。同じ時期でしょ、これ。同じ時期で、さ、関節構造とかさ、まあ、やばいよね、ダグラムガムあれ。オールパーツだよね、あれ。ガンプラ以上じゃん。150円であれ、バンダさんにできないよ、当時。うん。ダグラムガムすごいよな、あれ150円だ、あれ。肩の構造とか、すごいよね。マジで再販してほしいよ、あれ。ダグラムガム。うん。今出したらいくらなんだろうね、あれね。あ、8分だったね。はい、そんな感じでね。クラックスでした。バイバーイ。